1でも2でもチェリースイカって上振れするじゃないですか。簡単にチェリーが下手したら1/22、スイカがまあ1/40とかになって、おこれワンチャン GO とか思って、忠実打っても移植 BB なしチェリーバケなしとかザラなんで、まあ設定よりもまあ気持ちよくね、慣れる打ち方すればいいのかなっていう感じですかね。で、言うてディスクの設定ってもう本当にただ単にコイン持ちが良くなるだけなので、僕はその設定は別にあんまり重きを置いてないかなという感じの立ち回りですね。あ、ディスクアップに関してはマジで本当にいろんな雑誌見たり、いろんなパソコンで情報見たり、いろんな打ち手の動画見たり、超見てるんで、多分知識かなり今あると思います。ペラポンの時はね、まあ、ペラポンってあの滑り音予告ですね。多分知ってる人も、まあ、知ってる人も、まあ、知らない人もいるかもしれないけど、僕は割と、ペラポン発生時は安定取る時は左リール赤7上段ビタ、だいたいチュンって言ってビタ止まりするんですけど、ドゥドゥッとか言った瞬間のね、青なら一角っていうのがね、ほんと超気持ちいいんで、まあそれを差し置いても、まあそうなりますね。僕は結局それ狙いで、まあ結局専業で打ってるわけじゃないんで、まあ仕事ちゃんとやってるんで、まあそれでプラスになればいいなみたいな。まあでも結局その楽しいディスクアップ打つためにはっていう、青なら下段、そうっすね、滑り予告音発生時の赤なら上段ナイスや黒バー上段狙いの時にドゥドゥって言って2コマ、まあもしくは枠上狙いでもいいんですけど、まあドゥドゥドゥかドゥドゥで赤ならもしくは黒バーがちゃんと2コマ以上滑って下段停止なら青なら1枚薬 B プラス青ならビッグ1角です。で、まあ、僕は今日ちょっとまあ、ディスクアップって今日そのね、トゥルトゥントゥンってなってから、僕最近青なら枠上狙いをずっとやってて、青なら枠上狙いでドゥドゥドゥって言ってね、3コマ滑った瞬間のね気持ちよさ、もうね大人用のね紙おむつが必要になるくらい気持ちいいっすね。で、まあそっからまあね、星7って止まって、星なら中リール狙うけれども、だいたい4コマ滑って星チェリーバーがねドゥ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 って4コマ滑って止まるんで、まあ、そうするとね下段にね 7バー赤のね1枚 B が取れて、なおかつ青ならビッグ確定っていう感じになりますかね。で、まあそれ以外のね枠上青なら狙いは、あーまあドンチャン2ね1回打ちました。ビッグ中の BGM 超いいっすよね。あれを聞くために打ってるようなもんでもあるみたいなただドン2は僕リーチ面マジで分かんないんでちょっと打てないっす。でもなんかね、一回だけビッグ当てて、もうなんか、あ、満足しちゃったっていう感じなんで。もうほんとすいません、なんか、スト2の動画なのに、スロットについて熱く語る動画になっちゃってる感が、やばい。すいません。まあ、置き時もね、すげえ楽しい台だからな。外戦はね、楽しさ、よくね YouTube とかに上がってる打ち手の動画とか見てると、あーすげえ引きしてるなーってなるんですけど、でも結局引きなんで、あー俺には引けなさそうだなーっていう感じで、割とローリスク好むんで僕。いやとんでもないっす。僕もすごい楽しくまあスロ話できたんで、まあスロ話っていうか、まあ僕が一方的に喋ってるだけなんですけど、まあでもあれですね、やっぱりこう何のために仕事をやってるかっていうとこっすよね。突き詰めるとそのね仕事をし、まあ皆さん多分ね何かしら、まあこの配信見てる方ね、多分ねほぼほぼ 100% くらいの人が仕事やってる中で、何を
楽しみにして生きるかってすげえ大事だと思うんで、まあ、僕はそれが最近はまあ1つプラススロットっていう風になってるっていう、もとは単にそれだけでね。まあその2つがすげえ楽しいっすわ本当に。はははは、いいっすね。いやそれいいっすよ。なんかねあれなんですよ、またちょっと話戻っちゃうんですけど、なんかその月曜火曜あー仕事終わった、火曜日東西線頑張ろうってなるんですけど、水曜日終わるじゃないですか。あれディスクアップのデータどんな感じかなとか、木曜日くらいになるととりあえずなんかシンディの ARTC の音楽聴いたりとかして、やべえディスク打ちてんだけど早くみたいな感じの気持ちを抑えながら仕事してますね。あ、のじあいは今博士オペ前でやっております。博士オペ前でやってるのに実況これってほんと超残念すぎる。まあなのでね、何かしら楽しみ見つけて生きるすげえ大事っす。もうそれがねゲームじゃなくてもね、もうねエッチでも何でもいいんすよ。友達と飲みに行くでもいいですし、まあ楽しく行きましょう皆さん。というわけで、まあ、このね熱い博士対オペ前の対戦をね皆さん見て、バルログチュンリーどうやってやってるんだっていうのをねちょっと学ぶのもありだと思いますし、もうバルログ誰しも全然わかんないんだよな。マジ？嘘でしょ？マジで言ってんの？真央さん、あなたのツイッターフォローしたいです。あ、ですね、全然フォローしていただいて大丈夫です。あの全体公開なので、ですね、まあ、表立ってこうね、いうものではないですが、まあ、配信も多分、まあ、全国放送ですけど、ですね、僕のですね、ツイッターはですね、名前がですね、カタカナでピーノっていうで、5歳で、サイはひらがな、まあ、もしくはヒデチュンリー、ヒデはカタカナでチュンリーは漢字でチュンリーっていう風にやると出てくるかもしれません。ちょっと今試してもらっていいですかね。ちょっと僕もこの後の試合やったりするので、まあ今のうちにちょっとねこうパソコンの画面見れてる状態でやり取りした方が早いと思うので、まあもうほんとしがない、まあ今ただ単にスロットやりながらディスクアッパーかつマスト2バカみたいな感じですね。まあ楽しいです、このループ。仕事して、一つやって、仕事して、誰かしらと飲みに行って、仕事して、ディスクアッパーになる。まあそんな感じですね。どうですかね、見つかりましたでしょうか。うわうますぎなんだけど、やば。さあまあちょっと実況もダルシムバルログちょっとフォローしました。また来ますよ。スロット話もできて最高です、ありがとう。ちょっと待ってくださいね、今見よう。あ、おお、ありがとうございます。あ、さっきのあれですね、ちょっと年齢書いてくださった方ですね、ありがとうございます。めっちゃフォローしてる、すごい。まあちょっとね個人情報になっちゃうのでね。なるほど。いやこれめっちゃうまそうなんですけど、なんすかこれ。あ、ココス、あ、いいなこれ。なんかココスって、あのすいません、またスト2の話とぶれるんですけど、ココスってガルパンとなんか結構コラボしてること多いっすよね。あの何気にあのガルパンおじさんじゃないんですけど、ガルパン超大好きです。でもまあココスに行ってなんかそのパンフレ、まあその何でしょう、あれかクリアファイルかをゲットしたいとかっていう欲じゃなくて、もうただ単にあのね感じが好き。これ女子高生が戦車乗ってるから好きとかじゃなくて、もうストーリーが好き。本当にやましい気持ちじゃない、これは。もうそんな感じですね僕は。
お疲れ様でーす。さあ、というわけでね、まあ本当いろんな話、ココスね、あのね、僕あれなんですよ。ココスがね、近場にない、まああると思うんですけど、なんかね、こう自分の生活圏内範囲にココスがない。あ、一応あるか、あるな、あるけど、なんかね、ちょっと高くねって思ってね、なんかね、ココスちょっとね、足ちょっとね、少し開幕前までその出入り口ギリギリまで行くんですけど、え、でもやっぱ高かったよなって思って、結局なんかそのココスの選択肢が松屋になっちゃうとか結構ザラなんで、沼津ってどこだっけ、静岡、あれ沼津、どこだっけ、です、ちょっとさ、その、なんかその、何そのひどくない、ちょっとコーテくん、沼津、行った、この前、あれだ、沼津ね、行きましたわ。まあ行ったっていうか、正確にはあれなんですよ、5月のいや、あのちょうどね、あの配信見てる人がね、ちょっといろいろ書いてくれてて、で、静岡、じゃうるさいってひどくないっすか、小手くん。まあまあうるさいっすけど、さすがに僕の声よく響くんで、沼津ね行きましたよ。あの先月愛知遠征行った時に、ちょうどあれなんですよ、インターチェンジじゃなくて、ね、サービスエリアか、沼津あって、あれ何ここ、なんかめっちゃラブライブ感出てるんだけどみたいな感じで、みんなとあの帰り道にそこのサービスエリア入って話してました。沼津だったっけ、なんだっけサービスエリア、なんかね、なんかそれっぽい感じって何っていう。今年はね、だいぶいろんなとこ遠征してて、あのスロ遠征じゃないですからね、ストツ遠征ですからね。3月岡山、5月愛知で、来月には福岡なので、もう今年もうすでに遠征3回するんだなーっていう感じで、配信見てる人たちにもね、ぜひ、まあ、あのストツやってるかやってないかちょっとわかんないんですけど、いろんな人とね、こう、何でしょう、まあ、地元で、こう、ストツやって、で、ちょっとね、こう、なんだろう、初心者とかそういうの関係なく、いろんな人と対戦するって、すごい大事で、モチベーションになるんですよね、特に、こうね、都内だと、割と普通の対応っぽいのに、こう、遠征先ね、みんなあったかいんですよ、もうね、ウェルカム、みたいな感じで。まあレベルはね、まあどうしてもその何でしょう、やっぱ都内、まあ都内愛知関西、まあそのねところがかなり、まあ割と攻略レベルは進んでる。もちろん他の地域も結構進んでるところありますよ、もちろん。まあまあ言うあれですよね、有名どこ3つみたいな感じですよね。でも全然何でしょう、この地方はこのキャラいっぱいいるから、このキャラに関しては任しといてやみたいな感じのねところもあるんで、まあ何よりね、あとね、遠征の楽しみは何といっても飯がね、うまいっすわ。とにかく今度福岡行ったらね、イカ、あのね、新鮮なイカと、あのね、もつ鍋めっちゃうまい店はね、絶対行くんで、もう確定です。もうね、小足見てから勝利余裕でしたレベルで行ってきますわ。いや、飯超大事っすよ、ほんと。人間のね、三大欲求はね、勝てませんって。超大事っす飯と地元の人たちと楽しくね、飲んでね、飯食って、で、ストップもして、で、いろんな人と対戦して、
やっぱこのゲームいいなっていうね、こういい思い出だけを残してこう遠征終わるっていうのがね、もう大正解なので、嫌な記憶もねその現地に置いていくという。人見知りね、まああんましないのかな。多分ね、他のプレイヤーに聞くと絶対してないでしょうっていう風に言われそう、きっと。まあそこが強みなんすかね、わかんないですけど、まあでもね、まあそれがね、結局遠征しようっていう意欲につながったりとか、なんだろう、まだね、そのまあね、安定ルート、まあ何度もね、いいところを何度も行くっていうのもそうですし、まあ行ったことないところにあえて一人で行ってみたりっていうね、そういう新ムーブとかも結構好きなんで、まあ自分からね輪を広げていくタイプなのかなー、きっと。どうなんでしょうマジっすか相手はサードありましたっけ。あ、マジっすか。サードあったらサードやりたかったな、原野さんと。ある？ある？やる？やる？やりましょうか。よっしゃよっしゃ、ちょっとサード、今日サード一つやるよっていうね。っていうわけですいません、このゲーム以外にどんなゲームを、僕は基本的に一つ以外はまあスイッチで一人で黙々とまあ何かしらゲームやるっていう感じなので、他のゲームほぼほぼやってないですね。昔音ゲー超ガチ勢だったんですけど。あー、それ人見知りしてなさそうなプレイヤー。うーん、でもねそれはねきっと難しいと思う。なんでしょう、結局それは僕がそう見えるだけであって、その人自身はそう実は人見知りしてるんだけど、それを表に出さないようにしてるだけなのかもしれないというところで、あえて僕はそこはね、その人のスタンスなので、まあ何も言わない方がいいのかなという感じはします。というわけですいません、僕はちょっとこれから1つではなくサード勢の方とサードストライクをプレイしてきます。というわけで配信見ている皆様お疲れ様でした。このままね、オペマイバルログ対博士ダルシムの神試合ありますので、皆さん楽しんでてください。はい、またぜひ来てください、お待ちしております。僕もねあんまり全然ニュートン来れないんですが、来れるときはぜひ実況しますので。というわけでお疲れ様でした。
Thank you.
頑張った。
ーカーの。
Yeah!
Thank you.